重盛還元九代目、市川段十郎の小松ナイフしげもけと口をもちいない黒の立枝母子に見え出す鬼門の、脳死、顔にはひげを蓄えた、いわゆる活力物のこしらえである。ぼたん平家団とは、歌舞伎の演目の一つ。前三幕。明治九年五月、東京中村座所演。二代目、川竹新七作。通称、 重森還元、新歌舞伎十八番の一つ。桜の花盛り、宝十寺の執行、春閣総図は人々を自らが所有する山層に集め、白拍子の王義町に前を回せて主演を開いていたが、実はこれは、横暴を極める平家打倒の計り事をめぐらす集まりであった。同心する、新大納言、成地下や最高帽子は、春閣と共に、 かねて用意の連番状に欠板するが、同席していた、ただクランドイキズナはなかなか欠板しようとはせず、その場を逃れてしまう。その様子を見た春閣は、行行の裏切りを予感する。果たして行行は、春閣たちを裏切り、福原の御所に行き今は停発して上界と名乗る、平の清盛に、ことの次第を訴え出る。これを聞いた清盛はすぐさま都へと上り、 西八条の自邸に入ると家来たちに、春閣たちを捕らえるよう下示した。やがて最高が縛られて連れて来られ、厳しい拷問を受ける。さらに最高は清盛から直接取り調べを受けるが、最高は清盛の若い頃を引き合いに出して、散々に罵るので、清盛は怒って自ら最高を責めいなんだ。清盛の息子、平の重盛の妻千歳の前は、 成りの実の妹であったが、兄の成りが、最高のような拷問を受けることを恐れ、衆と清盛への取りなしをしてもらおうと、夫、重盛のもとへと走る。ことすでに現れたとは知らず、成りは、清盛に呼ばれて、西八条の館に来るが、そこには、清盛やその息子の右大将宗盛をはじめとする、平家の一門老頭が、鎧を着用して待ち構えていた。 清盛は身内でありながら、平屋を裏切った成地下を厳しく問い詰め、ついにはその遺憾も剥ぎ取って、家来たちに無地で打たせる。最高もついに首を打たれた。清盛はさらに、この桑立には、春閣たちが使える後白川院も加わっているとし、院の御所に軍勢を差し向け攻め寄せるつもりであったが、その前に時清盛は成地下の首を打とうとする。だがそこに現れたのは、 えぼしのおし姿の小松ナイフしげもりであった。しげもりは、なりちかの戒しめを解かせ、休息させるよう家来たちに言いつける。清盛はこれより、院の御所に軍勢をもって攻め寄せ、院の身柄を拘束するよしをしげもりに伝えるが、それを聞くとしげもりは涙を流し、平家が各まで栄えたのも、朝廷のおかげであり、それを思って、進化の道を守るべきであるといさめ。 さらにどうしても、院を攻めたければ、自分の首を跳ねるよう清盛に申し出た。だが、なおも清盛は、重盛の勇めを聞き入れず院の御所へと向かおうとするので、重盛はその場にいた、一族老頭に、朝敵になりたくなければ、院の御所の警備に向かいと言い渡す。その言葉に皆はひれ伏し、院の警護のためほとんどがその場を去る。さらに重盛は、 自らが他に軍勢を集めていると言い,い、最後には重盛をして、清盛を謹慎させようというご白川院の印前を取り出してみせた。これには、さすがの清盛も言葉なく、印を追求することを諦めざるを得なかった。重盛は父清盛が、印の御所へ攻め行くのを取りやめたことに安堵し、ひとまず自らの館へと帰るのであった。春閣と同じく一味した、成りの息子である、 丹波少々なりつね、そして平方岩、安寄りの三人は、最高同様残罪となるところ、茂森の取りなしにより一命は助かったが、都からは遥か離れた、九州の北江ヶ島へと流された。そして一年近くが過ぎた。この島は、流刑地により、今度からの船の行き来が限られており、米も取れず口にできるものといえば、海藻か魚のみ、そして、 春閣たちの姿も時が経つにつれて、そぼろとなっていた。特に春閣は、体が弱り、杖にすがりながらでないと歩行も、ままならぬありさまであった。しかしこの島の長である白太夫は、春閣たちのことをあれみ、麦で作った粥や焚き木などを与え、その暮らしを助けていたのである。そんな中での春閣の慰めは、白太夫のせがれ太郎が、 春閣に字を習い覚えに来ることであった。春閣は小枝を筆に、浜の砂辺を神代わりにして、字を教える。そこへ、他の島民が春閣に嫌がらせをしに来るが、白を太夫がやってきて、島民たちを追い払い、太郎と共にひとまず帰った。成常と安よりが、春閣のところにやってきて、昔のことを思い出しながら三人は話をする。と、ほらの音が聞こえてきた。 何事かと置きを見ると、幕を張った大船がこちらに向かってくる。それは斜面の船であった。白を太夫と太郎も駆けつけ、春閣ら三人は都への帰還を喜ぶが、太郎は春閣との別れを悲しむ。その様子を見て、春閣も憐れみ、都へ帰ったら太郎に筆と紙を送ってやろうと約束した。だが、使者として機械ヶ島に来た。 た西門の城元康の知らせは、春閣の期待を裏切るものであった。とへ帰るのを許されたのは、成常と康よりの二人だけで、春閣には何の沙汰もなかったのである。絶望するとしひろ。成常と康よりは、あまりの不憫さに、自分たちもこのまま島に残ろうと言い出すが、春閣や城郎太夫にまずはとへ帰るべきと悟される。結局成常と康よりは、とへ帰ったら、 必ず春閣が斜面されるよう重森港に、嘆願すると約束してしまう立つことになった。そこへ、風向きが変わったのですぐさま出立するよう船道が、丹沢衛門のに言うので、人々は急ぎ船に乗り込む。春閣は太郎にすがりつつもなんとか、なりつねと安よりを見送り、船は港から離れていった。春閣は、所持する守り袋の観音像を成りつねと安よりに渡すのを、 忘れていたのでそれを悔やむが、今船を出して追いかければ間に合うと、白太夫と太郎は観音像を持って船を追いかけてゆく。一人になった瞬間は、次第に遠のく斜面船を、いつまでも見つめているのだった。下大名を見てもわかるように、平家物語から題材を取ったものであり、筋もむねそれに沿って脚色されているが、白拍子の舞や重森の妻千歳の前なども出して、 舞台に花を添えている。人物の紛争や道具も史実のものに近づけた、いわゆる滑歴物の一つである。初演の時の辻番付には、新歌舞伎十八番、竹森還元役者、だ機械ヶ島の場は、平家両五島と同行異局ではあるが、これも当時は竹森よりも評判が良かったという。成地海役の五代目。 中村鶴介も当時大阪から東京へと来たものの、人気は今一つだったのが、この成地下は大出来と評が良かったと伝わる。その後も團十郎は二度この芝居を演じたが、再演の時は團十郎が最高と重森を、上海こと清森は、初代市川佐団治が演じ、これも好評を得た。九代目没後は五代目、中村歌右衛門が重森を当たり役として演じた後、 その上演は大現在に至っている。九代目、團十郎の儀芸によるところが大きい演目であったと言えよう。ありがとうございます。